お客様。うどうも、こんにちは、かずひろです。今回は、最近、いろいろ悩み事ができてきて、疲れ始めてきたんで、まあ今回は適当にアウトプットというのも兼ねて、いろいろ適当に喋ってみようかと思います。まず一つ目は、提供をもらうかどうかっていうお話です。僕のギークカズ、ブログやギークインボックス YouTube チャンネルは、ほとんどが提供で成り立っています。提供もらった方が、自分で買うよりも、コストがかからないため、リスクが減ります。しかし、最近は、提供をもらわない方が、僕にとってメリットが 大ききいいのではないかと感じてきましたブログと YouTube を始めた当初は当然ですが提供なんてもらえませんでしたブロガーや YouTuber 全員が通る道なんですが提供のご連絡をいただくと非常に嬉しいですそして色々な製品をもらえるならもらっておくという考えのもと提供してもらってはレビューするという循環が生まれますしかしある一定期間を過ぎるともう欲しいものがなくなってしまいやる気も失ってきてしまいます 僕の場合はこのタイミングは去年くらいにありました。金持ち風に言うと、欲しいものはすべて手に入った。というような感じです。でも冗談抜きでそんな感じでした。僕はもともと物欲が少なく、フェラーリも言いませんし、グッチのバッグも欲しいと思わない人間でした。物質よりも機能の方が重要度が高いのです。そしてインターネットやパソコンを使うと、無料で高性能な機能が使えるサービスを利用できるようになります。 YouTube、Twitter や各種ソフトウェア、そしてそれらツールを使って楽しむのが僕の物欲に勝る欲求でした。僕は非常にエコな人間なんです。 しかし、提供を受けて商品をコレクションしていく作業も飽きてくると、次の面白いことは何だろうなぁと思うようになりました。そこで始めたのが一軒家を買って色々するということです。実家に住んでいた時も色々やってたんですけど、実家の目やご近所さんの目などもあり、思うようにはできなかったのです。無視できる精神があれば実家でもよかったんですけど、200万円と自由を天秤にかけてみると、僕は200万円失って自由を手に入れるという方を選ぶことにしました。そして今僕の提供は次の段階に入ったと思います。 単純「空き」ではなくどっちが利益を生むか。 という考えのもとに行動しなくてはいけないという段階です。正直今まで通りやっても問題はありません。物欲が少ない僕ですから、ちょっとやそっと収入が下がっても生活ができなくはならないのです。具体的に言うと、僕は月6万あれば普通に生活できますからね。家は買ったので、かかるのは固定資産税のみです。月に直すと2500円くらい。で、電気、水道代がまあ多く見積もっても7000円くらいかなと思います。で、スマホ、ネット代も7000円で、食費が月1万円、ガソリン代は月1万円、車の維持費は月1万円で、 社会保障費が年収低くなったら免除されますのでないとしてもその他1万3500円が余って合計6万円で生活ができます。冬になると他にもね暖房機とかかかるだろうっていう声もあると思いますけどまあその辺は今のところ考えないで冬になるまでにちっちゃい部屋をリフォームするって考えたらまあこれでも冬全然乗り切れるかと思います。 そして家庭採用すればもっと食品も削れるかもしれません。でも普通の人は収入は下がるより上げたいと思うのが普通で僕もそう思います。しかし収入を上げるために努力したいかどうかというのは人それぞれ答えが変わると思います。僕の場合は収入を上げるためにやりたいことだけは努力したい。でもやりたくないことをするくらいなら収入が下がってもいいという考えなんですよ。そして提供をもらって頑張る場合と提供をもらわないで頑張る場合はどちらの方がメリットが大きいのか最近悩んでいるんです。それを箇条書きに書いてまとめています。 これたまに僕やることなんですけど悩んだ時は文字にしてみると結構整理がつくのでおすすめです。まず提供をもらった場合ですね。メリットはタダで商品をもらえます。期限があるため無理やり頑張らされます。夏休みの宿題を夏休みギリギリでやるみたいな感じですよね。あとはテスト前にギリギリ勉強するみたいな。あとお金が減るリスクがありません。最新ガジェットが早く使えます。デメリットは期限までにやらないといけないので結構精神的に辛いです。 動画を適当に作れることができなくなります。品質が悪い商品を提供してもらった場合は最悪な状況に陥ります。本当にこういう時は辛いですね。体調が悪くても頑張らないといけません。ライバルの、ライバル商品の良さを関係ない動画でちょっと説明するのが申し訳なく感じてしまうので、なんか変な感じになります。で、提供をもらわなかった場合ですね。メリットは期限がないため自由になります。やりたいことだけをやればいいです。体調が悪い時は休めます。 今僕体調悪いんですけど、まあやることが残っててちょっときついですね。あと精神的に楽です。デメリットは自分で購入しなければいけません。そのため赤字になる可能性があります。そして提供を例えるならこのようになります。提供をもらうことは会社員に近いですね。会社から仕事をもらってお給料をもらうみたいな。提供というお仕事をもらって商品という対価をもらう。で、提供をもらわないってことは自営業に近いですね。自分で仕事を探して自分で利益、損失も計上するという考えですね。 なので、どっちがいいとか悪いとかっていう話ではなくて、まあ、自分に適切な量提供をもらって、やりすぎないのがいいのかなっていう感じですよね。結論をまとめますと、提供は全くもらわないということにはせずに、できる限り提供はもらわないということにしようかなと思っています。具体的には今、現在、レンタル Wi-Fi の会社からいくつか商品を提供してもらってるんですが、それはもうやめようかなと思います。理由は提供してもらいすぎて、正直端末が余ってるんですよね。あとは提供してもらわなくても利益出せるんじゃないかなっていうことが分かってきました。 正直、案外これが重荷になってて、つくつく精神が弱いなと感じています。できるビジネスマンやイケイケの社長なら、この程度のステルスなんて、一日で忘れるレベルなんでしょうけど、僕は本当に金持ちになれる素質がないなと実感しています。 ただ、レンタル Wi-Fi は数ヶ月前からお貸しいただいて、小石後の生活を無料で支えてもらったので、かなり助かっていますね。今後は自分でどこかの会社を契約して、家の推し回線として使っていこうかなと考えています。二つ目の適当なお話は、久しぶりに風邪を吹きました。ここ数年、風邪なんて引いたことなかったんですけど、なぜか風邪を吹きました。しかもすでに4日くらい経過してて、まだ風邪が治ってません。なんで風邪引いたのかなーって考えてみたんですけど、水風呂に入ったのが原因だったのかもしれません。最近、温泉に行った時に頑張って水風呂に入る訓練をしてたんですよ。 で、水風呂に入ってからサウナに入るんですが、サウナで体を温める時間が短かったのかもしれません。それ以外で体を冷やした記憶がありません。免疫力が単純に下がっていただけという可能性もあります。風邪の時に辛いのが喉の痛みなんですよ。YouTube っていう性質上僕、声を、動画撮影するとき声を出すんですけど、それができないっていうのと、まあそもそも精神が弱いのに、風邪が重なるとさらにやる気が失われるというか、 薬やのどになんか良いものを買ってくればいいものの面倒くさかったり薬を使うっていうのが好きではないのでホットミルクを飲むくらいしかやってませんでしたただ食欲がなかったわけではないので普通にご飯はを食べてました龍角さののどあくらいは今買ってこようかなと思います対処療法が嫌いというのとウイルスへの耐性もつけたいという理由から風邪薬は使わないことにしています夜中は寒いのに汗をかいて何度も布団や服を交換して しなくてはならず大変でした体は寒いって感じてるのに汗が出てくる変な感じなんですよねで布団に入っても寒いんですけど完全に寝てしまってハッと起きるとすごい汗がびっしょりなんですよで布団がびっしょりなってるんで布団のシーツとか交換しますよね湿ってる部分をそんなにね布団も何着もあるわけじゃないんで湿った部分をどっか違うところに乾かしてまた寝るんですよ で、また寝たら湿ってるんで乾かして、さっき乾かしてたやつを持ってきてみたいな。そんな繰り返しでしたね。こういう時に家族とか奥さんいるとかなり助かりますよね。あと、暑いお風呂入れないってのも風が長引いた原因かもしれません。風邪引いた時はね、僕、熱い湯船に使ってたりするんですよね、よく。で、風邪引いたら湯船に使っちゃダメって言いますけど、それは間違いで、湯船から上がった後に冷えるのを、冷えてしまうのを気をつければ別に大丈夫ですね。今から温泉入ってこいかな。 水風呂には入らないでゆっくり長風呂の温泉それいいかもしんないなちょっと今から今朝の8時半ですけど温泉空いたら風呂入ってこようかなと思いますまだ風は治ってないんですけどまあそのうち治るでしょう風が治らないってこともないのでもし長引いたら多分違う病気だと思うんでまあそれはそれで病院行こうかなと思いますまあそれまでは我慢しようかなと思いますえ3つ目の適当な話は家周りの作業が楽しいなとも感じました パソコンの前でガジェットの記事を書くのは、一応まあ仕事みたいな感じになってるんで続けるんですけど、気晴らしに部屋の掃除や畑仕事をするっていうのは楽しいですね。動画にしないといけないので、やっぱ気晴らしっていうのは大事ですね。畑仕事は今年はやらないと思ってたんですが、結局始めてしまいました。リフォームよりも畑仕事の知識の方があるので、畑仕事は調べずに適当に作業ができてしまうんですよね。 家庭サイン程度の知識なんで、農家のような野菜をきちんと作る技術、知識は持ってないんですけど、まあ野菜って結構適当に、とりあえず植えとけば育つんで、まあ、その辺が楽でいいですよね。リフォームだとまあ、適当にやっても,もうそれなりにいいですけど、まあ、なんか怖いですよね、やっぱり経験がないと。でたまに YouTube とかで素人が家作ってみたとか、素人がリフォームしてみたとか、明らかに素人じゃない人がやってるのを見ると、なんでこういう嘘をつくんだろうと思うんですけど、 それは僕の家庭菜園の知識と似てんのかなみたいな感覚がありました。まあ僕も正直家庭菜園素人ですけど、じゃあ一切土を触ったことがない、コップ握ったことがない人と比べると、まあ素人ではないわけですよ。でも僕にとっては僕の家庭菜園知識は素人なんで、まあ素人っていう枠組みの中でも、ランク付けっていうのはかなり幅広いのかなっていう感じがしましたね。あとは最近、僕結構好きな人のね、言い方、言葉遣い、真似する癖があるんですよ。 でよくね、僕、実用太郎さんの YouTube チャンネルよく見て、その方ね、最後に、何々であるんですよね、って、最後にねをつけるんですよね。だから僕、実用太郎さんの喋り方をね、最近すごいね、真似しちゃってるんですよね。無自覚というか、なんですよね、って。オーマックに行った時に栗の木を買ってしまいましてね、みたいな。リフォームよりも庭仕事がはか,かどってる現状なんですね、みたいな。<laughs> 自覚してるんだけど、まあ、別に悪いことじゃないんでね。まあ、昔からそうなんですよね。一緒に、昔、留学生の時も仲いい友達との喋り方真似してたり。 そういう傾向がありますね。栗の木を植えてから3年くらいで収穫できるんで、まあ欲しいなと思うよりも早めに植えといた方がいいですよね。やっぱり3年ってそれなりに長いですからね。他にもね、いろんな 植えるタイプ木のタイプのな果物とか食べられるもの系を植えたいんですよ。とりあえず家の周りにあるのがクルミの木が2本と今昨日買ってきた栗の木が1本あるんですよ。他にもね、リンゴの木とか梅の木をね、植えたいなと思ってるんですよ。まっ、あ、く手入れがいらなくて毎年勝手になってくれていい感じで食べれるもの植えたいんですよね。なんかおすすめの植林というかそういうのあったら教えてください。ちょっとそれね、 買って植えたいいと思いますただ北海道で育ったやつでお,お願いしますで現在植えた野菜は長ネギとブラックベリーと大豆ですね大豆は早めに収穫すれば枝豆として美味しく食べれますしほっといても勝手に育つんで初心者おすすめのは野菜です枝豆は僕好きなんですけど大豆になっちゃうと僕ねあんま好きじゃないんですよねただ大豆になった方がエネルギーが多くて食費をカバーするという点では大豆にした方がいいんですよねだからその辺でどうしようかなって迷ってます まあ、素直に美味しい枝豆の状態で食べた方が幸福度は上がると思うんで、まあ、そこしようかな。僕の畑は植えるだけで育つ野菜だけを育てる予定です。売るわけではないですからね、面倒なのは作りたくありません。家のリフォームもしなければいけませんので、まあ、手間もかけたくありません。植えれば勝手に生えてくる、そして動物とか鳥とかに勝手に食べられないようななんか野菜あったら、ぜひ教えてください。 私、和弘の Twitter、ブログ、その他 YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そして、動画下のチャンネル登録ボタンとグッドボタンのクリック、お願いいたします。